南鎌倉へは、東京から横須賀線で約1時間。禅寺の集まる北鎌倉、武家の都八幡宮のある鎌倉駅。そこから人気の江ノ島電鉄に乗り、大仏の長谷、サーファーの憧れ、様々な映画の舞台にもなった、七里ヶ浜を抜け、江ノ島につながります。皆さん、こんにちは。鎌倉に住んでいる、招き猫、の、みけです。今回ご紹介するお寺は、あじさい寺で、有名な、そう、明月院です。早速、訪れてみましょう。明月院は、北鎌倉駅から歩いて10分。山の内から、今泉の山に向かう途中にあります。北鎌倉駅東口を出て、右にまっすぐ、線路沿いに鎌倉方面に進みます。円覚寺の前も通り過ぎます。小さな川を渡ると、すぐに左へ入る小道に入ります。川沿いに道を進みます。この道はその名も、明月院通り。この川は明月川です。流れがとても澄んでいて、癒されます。とても、素敵な小道です。桜の季節は、また格別です。お茶どころや、美術館もあります。突き当たりが、明月院です。明月院は、臨済宗建長寺派。三号は福元山。境内は国指定史跡です。参道から境内に至る紫陽花は見事で、紫陽花寺、と親しまれています。このお寺の始まりは、平安時代、平治の乱で戦死した父の菩提を弔うため、1160年、永暦元年に、山の内常俊が明月庵を創建したのが、始まりです。鎌倉時代に入って、1256年、光元元年、五代執権、北条時頼が、西明寺、を創建しましたが、時頼の死後、廃寺となりました。その後、息子の北条時宗が、蘭渓道隆を開山として、善光寺、を創建。これも鎌倉幕府滅亡で廃寺。室町時代の1380年、鎌倉公方、足利氏光の命令で、上杉憲方、ら、善光寺、を再建、拡大、後には関東十刹の一位となりました。しかし、明治初年、廃仏棄却で、再び廃寺となり、筆頭の寺院だった明月院だけが残りました。門を入るとすぐ、6月のシーズンには、左右に紫陽花がお出迎えです。階段を上ると、山門までの参道は、6月は、紫陽花回廊です。明月院の紫陽花は、日本古来の種類、姫紫陽花です。紫陽花が植えられたのは戦後になってからのことで、現在では鎌倉の紫陽花寺として知られるようになりました。境内は約2500株の青色の紫陽花で埋め尽くされ、
霊月院ブルーと呼ばれています。霊月院のアジサイは5月下旬から7月上旬まで続きますが、見頃は6月です。長い階段を登り切ると山門があり、その向こうは本堂です。霊月院はアジサイの季節以外でも春の桜や秋の紅葉が綺麗です。山門には名物のしだれ桜があり、春にはこのような景色が見られます。綺麗。山門を入ると本堂です。本堂には趣のある枯山水の庭があります。そしてこちらが本堂です。本尊は聖観世音菩薩、鎌倉時代制作で鎌倉観音巡礼第30番札所にも指定されています。ここにはとても趣のある丸窓の部屋があります。この丸窓は悟りの窓と呼ばれています。そうです、私がいつもこの動画の初めにご挨拶をするのは実はここです。本堂奥の庭園の景色を眺めることができ、この庭園はユニセフの募金をすれば見学できます。花菖蒲の季節と紅葉の季節が見ごろです。本堂脇まで来ました。ユニセフ募金300円でここから本堂裏の庭園に入ることができます。本堂裏には池があり、丸窓を後ろから見ることができます。池を回ると枯山水が左に見えてきます。かわいいお地蔵様の向こうに菖蒲畑があります。6月のアジサイが有名ですが、この時実は本堂の裏の庭園には花菖蒲が見ごろを迎えています。ここには3000株の花菖蒲が植えられています。とても幻想的でおすすめですよ。さて、本堂に戻りましょう。ちなみに、鎌倉で見かけるリスは、主に台湾リスです。本堂脇を、今度は左に入ります。宝物庫の隣には、鶴瓶の井という井戸があります。鎌倉十姓の一つにも数えられている井戸です。二個の鶴瓶を並べて上下させながら水を汲む井戸の意味が由来です。内部が水亀のような膨らみがあることから亀の井とも呼ばれています。鶴瓶の井の隣にあるのが、開山堂、です。1380年頃に建てられました。
堂内には、明月院開山の密室主言の木像と、西明寺、善光寺、明月院の歴代十字の位牌が祀られています。開山堂の左手には人工の石の洞窟、矢倉があります。矢倉とは、鎌倉時代に寺院や武家屋敷を作るために山を切り開きました。切り開いて、できた岸に、祠が掘られ、僧侶や武士のお墓や、倉庫として利用されました。これが、矢倉です。鎌倉の山は主に凝灰岩という比較的柔らかい岩でできて掘りやすかったようです。谷戸の奥や切り通しでは、今も、多くの矢倉を、目にすることができます。庭園ハイキングコースなどに、名前や歴史的意枠のある、有名な矢倉があります。ここ明月院の矢倉は、明月院矢倉、と呼ばれ、鎌倉最大の、矢倉、です。間口、約7メートル、高さ、3メートルあります。奥行き、6メートル。矢倉内の中央にある石の塔は、宝鏡院塔と呼ばれ、山の内上杉家の、上杉憲方、のお墓と伝えられています。背後の壁面には釈迦如来、多宝如来が浮き彫りされ、その周りに、十六羅漢の浮き彫りもあり、羅漢堂とも呼ばれています。明月院の国重要文化財は、上杉重房座像です。今は、鎌倉国宝館にあります。上杉氏といえば、室町時代の関東管領が有名です。そもそも、鎌倉上杉氏の祖が、上杉重房です。元は藤原姓の公家でした。鎌倉幕府より、上杉荘という領地を賜り、上杉と名乗ります。1252年、六代将軍、宗近親王と、共に京都から鎌倉に入り、そのまま土着となります。足利氏とも婚姻を結んで地位を伸ばしました。室町時代には、関東管領を歴任するようになります。明月院の善光寺を再興した、上杉憲方は四代目の子孫です。さて、それでは山を降りて、行きましょう。ここには、石の上に根を張る驚異的なもみじの木があります。パワースポットとして、密かに有名です。お寺の方の案内板があります。どっしりと腰を据えた山の石、たまたま落ちた芽が発芽し、土も水もない石に根を張り、枝を伸ばしたもみじ。何年の歳月が流れたのでしょうか、とあります。しみじみです。紅葉の季節は、一段と見応えがあります。もみじの横に可愛い仏様の祠があり、その横の階段を降りると、あずま屋があります。この階段の脇には、老梅、軒があります。老梅は、12月から2月上旬に、香りの良い黄色い花を咲かせます。花の少ない冬の時期に、鮮やかに咲き、古来中国でも、珍重されました。吾妻屋を過ぎて、まっすぐ行くと、
桂橋です。木製の趣のある橋で、明月院のビュースポットの一つです。そろそろ、お寺の出口へ向かいます。桂橋の左手に、茶どころ、月照庵があります。桜、新緑、紫陽花、紅葉を楽しみながらお茶をいただくことができます。月照庵を通り過ぎると、鎌倉幕府五代執権、北条時頼の廟とお墓があります。時頼は、1256年11月23日、病のため、蘭渓道隆を開始として、ここに西明寺を建て、出家します。以後、西明寺入道と呼ばれました。執権職は、代理の北条長時に譲られましたが、政治の実権は時頼が握っていました。時頼は7年後の1263年にここで亡くなりました。37歳でした。西明寺は、時頼の死後、廃寺となりますが、8代。執権、北条時宗によって善光寺として再興されます。明月院は、その善光寺の寺院の一つでした。時頼公のお墓を左に進むと、可愛いガーデニングがある、化粧室があります。その向こうが出口です。さて、明月院はいかがでしたか？四季折々の綺麗な花々、起伏に富んだ参道など、とても趣のある、お寺でした。また、鎌倉最大の櫓や、北条時頼、上杉氏との関係など、歴史を感じることもできるお寺でした。あなたも、ぜひ、訪れてみてくださいね。では、また、次のお寺で、お会いしましょう。